桜学院とは？総勢12名、小学生から中学生までの成長期限定アイドル。しかし、桜学院とは単なるアイドルではない。なんと学校でもあるのだ。宇宙にもね、始まりがあったみたいね。ロボットをきっかけに皆さん今日は人生を考えましょう。桜学院は最先端の宇宙物理学やロボット工学などの面白授業を受け、日本の未来を変えるべく勉強に励むのだ。ということは、桜学院の学びや喜びを一緒に体験するだけで、なんと見ているあなたも一緒に成長できるんです。そう、桜学院は教室エンターテインメントをお届けする、まさに最終兵器アイドル。今回もまたどんどん成長中の生徒たちを紹介しよう。武藤あやみ、桜学院の生徒会長だけど、これは誰でしょう。こちら、アインシュタイン。武藤の答え、こちら、はい、エジプト人。エジプト人。お勉強は全くできません。三好彩香、クールでド S。 すいません、おじさん会社。おじさんには変わりないじゃないですか。いやいや、この子は引かないね。松井愛理、桜学院で一番背がでかいが、極めっぽう小さいんだよな。中本鈴香、実家の広島から根性で遠距離通学。今日も全力だ。堀内麻里奈、落ち着きのなさは桜学院1。年中無休で動きっぱなし。飯田ラウラ、家庭的でお嬢様な子だ。だけど、やったらやる。オーケー、やる。オーケー、絶対やる。オーケー、わかった。実は裏番という噂も。杉咲ねね。ねねね、肉野菜炒めのお弁当が食べたいのね。取られちゃうよ、どうしよう。基本食べることしか考えていない。なんかさっきお弁当の選ぶ順番のくじ引きをしてたんですよ。食べ物が今日も腹ペコだ。佐藤日向、趣味はいたずら。それやるか、アイドルが普通。水野ゆい、幼く見えるけど騙されるな。見よ、この揺るぎない目線。そして顎に手、しっかり者だ。菊池モア、目指しているのはスーパーモアちゃん。これでいいのか、スーパーモアちゃん。田口花、サラサラヘアだけどプロレス命。元気があれば何でもできるショートフルクレーンの田口花です。すごいね。ちなみに酒のつまみも大好きとのこと。磯野リノン、桜学院に転入したばかりでちょっぴりシャイ。でもレゲエが今もともと好きで、今プチンさんが好きって言ったんですけど、今回はパパ B さんのことも入って。小5なのにプチンさんとパパ B さんか。以上、桜学院12名、正直かなり不安な生徒たちだが、彼女たちが教室エンターテインメントを通し目指さなきゃならないのは、なんとアイドルを超えたスーパーレディ。そう、マリリン・モンローやココ・シャネル、はたまた瀬戸内寂聴先生を目指すのだ。そこで今回日本を代表するこんな偉い先生方を用意。やつらを一から叩き直すことに。前回倉本校長の授業でとんでもないプロジェクトが発表。新曲を君たちが作るってのどうや。すごい。そ
そして新曲のテーマを全員で考えることに。歴史でどの年代に誰が生まれてどんなことをしたかっていうのがよくわからないから、よくわかんないね、歌にしたいかな。なんか絵が上手くなる歌がいいな。勉強をしたくなったり、勉強してて楽しいような歌がいいね。全員で苦手な勉強が楽しくなる歌を出し合い、ついに曲のテーマが決定。それは、俺今話聞いてて、100人一首ってね、こうやってもともとね歌やんか、それを今勉強っていうことになって嫌やなっていうことになってるから、そこに戻すっていうのがなんかおもろい気がすんやんか。そう、この桜百人一首の発売の裏にはこんな事実があったんです。しかし曲の完成までには苦難の連続。声出す声よ、せーの。それじゃあ桜学院がお届けする頭が良くなる面白教室エンターテインメントスタート。まずは100人一首をプリントアウト、その中から気に入った歌を選び出す。杉崎はコピーに向かった。ちなみにコピー初体験。バカで、まあ、いやいや確かにね、初めてコピーした時ってそんな感じだったよ。うん、この体勢は取らなかったけど。で最後なんか結構なんか会社員っぽくなかったですか？なんかめっちゃ扱い慣れてますよ的に。そして100人一首がようやくみんなの手に。そこでまずは、この気持ちわかるわとかこの絵はこの歌みたいなのちょっと選んで、ちょっと私のマイフェバリットちょっと決めてくれよ、まず。いやー、この年頃の子たちに響く100人一首って何なんですかね。1000年以上も前の歌ばかりですからね。そもそもみんな恋は経験済みなんでしょうか。あやみは恋の歌どれがしますか。この中だったらどれかな。大会に出るくらい100人一首を愛する武藤が選んだ歌は、人はいざ心も知らずふるさとは花ぞ昔のカニに追いける。昔交際してた彼女がいたんですけど、でそこの人の家を通ったから久しぶりに手紙を書いたんですね。今何してるのみたいな感じで、そしたらなんかあなた誰ですかみたいな感じで彼女から返事が来ちゃって、その彼女の気持ちは変わっちゃったけど、そこの家の景色、例えば梅の木はそのままだったり、そういう景色は変わらないんだなみたいな。はぁ、しみるな恋だね。ねぇ、例えばうまい、うん、うまい、例えばな、褒めたね上から目線やね、例えばうまい。しかし選ぶ歌次第では曲の仕上がりをも左右する。全部いいから分かんなくなってきて、選ぶのにも一苦労しているようなので、ちょっとさ、もうあやみさんちょっとこっち出てきてさ、はい、仕切ってよ。もう大好きっぽいやんか、好きすぎるやんか大好きですよ、ね、そうやんな、思うよな、こんなんどうとか言ってなんかおすすめを。女の子町さんすごいファンなんですよ女の子町さんっていいね。じゃあ一個おすすめをみんなに言ってもいいですか。はい、よう、はい。手を早め岩にせかるる滝川の割れてもそれに合わんとどう思うって、川があって、そこの途中に大きい石があるのね。で川の流れで石があるとこうやって一回分かれるじゃん水って、けどまた戻るじゃん。それみたいに好きな人と今離れちゃってるけどまた会えるんだみたいな感じで信じてる感じの歌。おそんな武藤のセールストークに、はい、決まった。あ、瀬尾早見、瀬尾早見、ゆうちゃん行きます。オッケー、あ、嬉しい。瀬尾早見マジいい、瀬尾早見マジいいいやこの子やり手だわ。瀬尾早見岩に背
かれる滝川の生まれても常にアバントと思う。切ないのが多い中、ハッピーな感じのがあったのでこの句を選びました。さらに女の子町だともう一つで迷ってる。そんな悩める飯田には武藤思わぬ角度からプッシュ。この人 の, あ の, この書いた人ウコンって名前なんだけど、このウコンって名前すごい覚えてて特にあのかっこいいからとかじゃなくて、なんとなくなんかウコンって覚えやすい。急に進め方ざっくりになってない？忘られる妙法思わず誓いたし、人の命の惜しくもあるかな。理由は特にないんですけど、いやなんか忘られるのルルが目立ってするみたいな。まあどっちもざっくりしてるわ。そして佐藤も決まった様子。三河の原湧きて流れる泉川泉きとてか恋しかるらん。いや理由っていう理由はないんですけど、リズムがいいなと思って選んだのが一つと、やっぱ噛まないのは大事かなって思ったのが二つ目です。顔も見たことないけど噂を聞いて、うん、あーいいね。この百人首の時代って実際に好きな人に会えないのが普通だったのね。だから手紙で交際して、でお互い好きになったらやっと会えるみたいな感じで、だからやっぱりこういう歌が書けるんだよね、うん、だから本当この時代は噂とかがもうすごいなんか手がかりならしくて、噂を聞いてちょっとその人に手紙を書いてみる。でもそれってさ、逆にネットと近くなる。なんかあ、確かに顔も知らずにネットで仲良くなってさ、で会ってみたらイメージ全然違うかったみたいなことがあったんですけど。そして田口は紫式部の別れの歌を、中本は藤原の吉高の恋焦がれる歌をセレクト。さらにこの後乙女の恋心がますます暴走する。ああ素晴らしきかな、スーパーレディの世界。桜学院の高速七か条の元となったスーパーレディの人生、そして魂の一言を学びます。ココシャネル1883年フランス生まれ、本名はガブレール・ボヌール・シャネル。とにかく人と同じことは嫌、世間の流れに従うなんてもってのほか。彼女は誰でもない世界でたった一人の女性になるため、毎日目をギラギラさせていました。当時フランス女性はウエストを細く見せるために体にきつくコルセットを巻いていました。寝る間も体を締め付けられ、それはとても辛いことでしたが、当時としては当然のことでした。そこで人と同じことが嫌いな彼女は全く新しい服を考えます。コルセットがなくても素敵に見える服があれば女性は苦痛から解放されるのでは。思い立ったら即実行、男性でも女性でも簡単に着られ、しかも体を思いっきり動かせるシャネルの今までにないおしゃれなデザインは一気に話題となりました。その時彼女はこの言葉を残します。かけがえのない人間になるためには常に人と違っていなければならない。かけがえのない人間になるためには常に人と違っていなければならない。彼女しか思いつかない人と違った見方がファッションだけでなくフランスの女性の心まで自由にさせ革命を起こしました。シャネル先生でさえかけがえのない女性になろうとしたんだな。これは誰かに伝えなきゃダメっしょ。ということで、最年少磯野かなこれ。今回桜学院の校則でさ、あの個性を全開するってやつあるじゃん、あれね、ココシャネル先生っていう人が考えたんだけど、あの先生はなんか他の人と一緒のことが嫌いだったのね。でだから他の人と一緒のことじゃない洋服を作るのが好きだったんだけど、なんか説明する方も下手だなおい。で洋服を作って、頼りない2人だぞ今回。そう、なんかね、個性があるのはいいことだよっていう人だったんだよ。みなと一緒だね。みなと一緒、みなと一緒、個性を大事に、個性を大事にね、個性大事にしなきゃね。ココシャネル先生が言ってたよ、ベーシビットでも10円だし、そういうことや、そういうことね。なんで関西弁なんだ。
が最後。大丈夫かこの2人。それではここでスーパーレディを目指す桜学院の新曲ベリシュピッツを聴いていただこう。この曲こそイエーでいけよ。新曲にする恋の百人一首選び、最年少小学5年生の磯野が選んだのは恋市長我が名天垣立ちにけり人知れずこそ思いしとめした。全部読める感じだったし、最初の方のテンポが歌にしやすかったからです。結構なんか歌のリズムで覚えたとかもあるんで。あ、いいね。だからそうそう、歌のリズムも結構大事かもしれない。そうだよね、音とかね。はい。一方最年長中学3年生三好は、あ、それのどっちか迷った末選んだのがこちら、なにわ型短き足の死の間の哀れこの世を過ごしてやるや。なんかその会いたい人に会えない切ない気持ちとか、あとは近づきたいのに近づけない気持ちとか、あ、切ないなみたいなことを思ってこれにしました。なんかみんな恋の歌に染まってきたね。すると食欲命のはずの杉崎もとんでもない恋の歌をセレクト。意味のところを見たときに、なんかパッと見でいいなと思ったからです。直感です。いつまでも忘れないよとおっしゃっているあなたの言葉が将来も変わらないとはとても信じられません。それならばいっそこの幸せを胸に今日限りに死んでしまいたい。おお、何やそれ。やばくないですか、これ。やばいな。やばい。さらにまだ小学6年生の菊池までもが、あなたの心がいつまでも変わらないかどうかも分かりません。あなたとお別れした今朝はこの黒髪が乱れているように、私の心も恋のもの思いに乱れています。つやっぽいな。いくつやね。12歳で。最近の小学生ってこうなの？長からん心も知らず、黒髪の乱れて今朝は物をこそ思え。まあはまだ恋のことはよくわからないので、この
歌の意味も実はよくいまいちわかんないんですけど、まあは朝起きたらいつも髪の毛がくちゃくちゃで乱れていて、ここに出てくる女の人も黒髪が乱れてるって言ってるから、まあと比べたらどっちがくちゃくちゃなのかなって思ったら割れてきてこれにしました。そう、小学生はそれでいいんです。そして堀内は相乗返上の天女の歌を、松井は清原の元助の愛の誓いの歌をセレクト。ついに恋の百人一首が出揃った。果たしてこれが同曲に仕上がっていくのか。今回は特別に桜百人一首誕生のもう一つの舞台裏をお見せしよう。桜百人一首は皆さんもご存知のように、季節移ろうと変わらないもの、君の心今はどこ、花の、そう、ラップと百人一首という無謀な組み合わせ。でも桜学院、さすがにラップは初体験。そこで桜学院をサポートするべくやってきたのが、日本を代表するラッパー、スチャダラッパーの坊主先生。特訓は2日にわたって行われた。私全然ダメだわって言うと、かなり不安な様子だが、早速レッスンスタート。まずは飯田、初めてだもんな。続いては杉崎、君が言うて切なくて、だからこの瞬間こうです。やっぱり難しいよな。そして菊池、みんな手こずっている様子。そこで坊主先生がお手本。これぞ本物のラップ。そこに少しでも近づかなければならないのだ。ワン、ツー、スリー、フォーのところにどこに言葉がこうはまるかっていうのを決めればいいんですよね。ドンカン、ワン、ツー、空の風になっちゃったけど、ワン、ツー、スリー、フォー、空の風が作れもらうといい感じになる。生徒たちの顔つきもまさに真剣そのもの。そして2時間後、じゃあ出てくるよ。はい、はい。この思いはずっと消えないって、君が言うと余計切なくて、だからこの瞬間にこの場所でいなくなってしまった。成長とともにラップと百人一首という画期的な曲が誕生したのだ。闇が大好きな百人一首がこんなかっこいいラップになってて、夢みたいですね。いや本当にちょっとまだ信じられないです。聞いた時は難しいかなと思ったんですけど、でもやってみるとなんかすごい自分を捨てたみたいな感じで楽しかったです。ラップやるとやっぱ何かを捨てなきゃいけないんだな。なぜか坊主先生にラップの心を伝授するまでに。しかし曲はすんなり完成したわけではない。実は桜学院はとんでもない試練にさらされていた。桜学院に訪れた最大の試練、それは
メロディー。だからこれ見ながら自分なりのメロディーをつけてやってみましょうということで、ね、それ参考にするか新曲も。そしてさらなる衝撃の事態が。お母さん入ってるで。君は人の前に立ってやる人でしょ。三、はい。声出す声を。せーの。桜学院はこの高い壁を乗り越えられるのか。その一部始終をついに公開。涙じゃなくて声出す。次の授業を見逃すな。